トップバッター僕から紹介させてください。僕自身が愛してやまない日本が世界に誇るバンド、知るざ知らずオーケストラです。シンクロニシティ、シンクロニシティオンライン始まりました。
僕らにとってシンクロニシティというのは憧れであり、すごいこうかっこいい場所というか、こう常に選ばれるようにっていう風なこうモチベーションの一つになりますね。当たり前じゃないんだぞって、はい、精進します。まあ画面の向こうにはいると思いつつ、早くこの事態が収まってくれるのを願っております。しぐさ知らずオーケストラのライブも横で見て、生は本当にいいんです。シンクロニシティ。ありがとうございます。引き続きシンクロニシティ楽しんでください。ありがとう。リューマス山の人で、これ3月24日からの、まあ、キーンフェスの大名所で麻生さん見てるんですね、はい、すごいいい話です、ね、じゃあ行きましょう。あ、じゃあ曲紹介。はい、リューマス山ね、何の好きです。日本で唯一海外の友達に会えるイベント、シンクロニシティはイケてるバンドばっかりやなと毎回思います。シンクロニシティ。ありがとうございました。
ゃうが生まれる、うん、そうだね、だ次のね、チャンスが、うん、そう、すごい楽しみ、うんうん、シンクロニシティ、チャイでした。どうもありがとう。またひまり、Thank you。 Don't you like that? Sing a little of a dead and being a pride of life already. Don't you like that?SNS とかインターネットだけじゃ今ライブハウスとかバンドとかそのスタッフとかがどういう状況で今こういうシンクロニシティを行ってるとかそういうことってすごい間接的だからわからないと思う。俺もそうだったから、なんか、ね、俺が今日来て思ったのはすごいピンチだって思ったの。もう10円でもいいんだ、本当100円でもいいんだ、わかんないけど、なんかね、なんか一個もし何かを楽しんでるなら協力してほしいかもしれない。最後までシンクロニシティ楽しんでてください。天童寺です。はい、ご紹介します。ザ・バンドファン、やっぱこう出てることで俺シンクロニシティ出てんだよねっていう誇らしい気持ちになるイベントの一つじゃないですか。細田さん、なんか俺初めて出る前ちゃんとお会いした時にすげえ酔っ払ってらっしゃって、覚えててくれるかなっていう、そうそうそう、俺のことも多分覚えてねえんだろうなっていうベロベロ次会った時っていう感じでした。しょうがないから本当にそうです。なんかそのできないなりにいろいろ頑張ってやっていくしかないと思ってます。シンクロニシティ、津田君にも、はい、今日関わっていただいた全ての皆さんに、そうですね、はい、見ていただいたお客さんも、はい、みんなでこう作った一日かなっていうふうに思います。なんか長く見てくれた人たちもたくさんいて本当に僕嬉しいです。ありがとうございました。